続いて会場からは本州四国連絡道路だけが割高になる新高速道路料金制度案を見直すべきとのご意見があり飯住知事も次のように考えを話しましした。しかも四国を他国する理由っていうのはフェリーの関係でその影響があるからしかし高速道路を全国統一料金にするっていうんだったら四国を差別しないでそれは全体同じ料金体系にして。 そしてフェリーが大変だというのは別に四国だけの話じゃなくて九州もあるわけですからそれぞれに見合った形でフェリーはフェリー JR は JR 高速バスは高速バスで支援の在り方を考えればいいしかもこの話っていうのは昔は運輸省と建設省に分かれていたんですがこれは全部一緒つまり高速道路は道路局。 JR は鉄道局フェリーは海事局そして高速バスは自動車交通局ということで国土交通省の中に全部入ってるんですよね。であればそれなりの全部緻密な計算なんていうのはそんなに難しい話ではないわけでましてやじゃあフェリー対策徳島は昨年南海フェリー徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーが大打撃をゴールデンウィークで受けた24%も利用客が減ったと。 まあこうした話をかと社長から受けましたのでじゃあということで和歌山の知事と諮りましてそれぞれお金を出そう南海フェリーにも出してもらうという地方独自の社会実験を行って高速道路と同じ1000円に7月の18日夏休みからやったんですね。そしたらどうなったか最終的には3月31日まで行うことになるわけですけどね。 ままずこの社会実験を行ったたた期間中はは51%対前前年でで増になりりしたそれは当たり前ですよねフェリーに乗ってる間の運転しなくていいんですが運転手さんは楽ガソリンがかからない経済的にも得。ということで逆に同じ1,000円だったらフェリーに乗るというのが実証されましたというのを前原大臣にもデータを添えて これからフェリー対策、高速無料化ということであれば必要になるからこうしたデータを徳島、和歌山、独自でやったけどこれを参考にしてくれと持っていったんですよね。しかし最終的にはなんとフェリー対策でどうか3000円も乗ってしまった多くの力を結集をしてそしてなんとか日本同じ統一料金にすべきであると。これを強く 訴えかけていきたいと思いますので皆様方もそれぞれのネットワークでこれはおかしいという声をぜひ国民の声として挙げていただきたいと思います終始ご熱心に会場の皆様方にはこの円卓会議をお聞きをいただきまたいろいろな形でのご意見ご提言などもいただいたところであります皆様方にも深く感謝を申し上げたいと思います本当にどうもありがとうございました